うもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。おはようございます。本日も始まりました、おじしんしの、デイ2メガテン。今回は本日実装された新しい悪魔、クイーンフロストの入手を目指していきたいと思います。クイーンフロスト、デビチルに出てたんだっけ？プレイしたことないから、何の思い出もないけど。まあ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 、そんな思い入れのない悪魔、クイーンフロストを召喚したいので、早速召喚書に行ってみよう。はい、早速召喚書にやってまいりました。特別クイーンフロストステップアップ召喚の星5悪魔の排出確率は 3%、 クイーンフロストの排出確率は 0.5%、 ステップ3の確定星5召喚のクイーンフロスト排出確率は 3%。 ま、相変わらずきついってことだけは確認できたぜ。ですよねー。いつもの予定調は。さ、それでは早速第1投目ポチッとな。よろしくお願いします。シャーコラ。レインボーだー、クイーンフロストだー。まさかの500ジェム。やったりました。やったな。で、いつデュエルで使えるかわからないけど。どっちかというと、罪の楽園の攻略向けかな。とリマクイーンフロストゲットしたので、本日の目標は達成いたしました。やったぜ。声がマダム。声がマダムは草。セクシークイーンですわ。妖魔クイーンフロスト、ジャックフロストの女王。どこかにある氷の城で、数多くのジャックフロストを従えて暮らしている。氷の魔法を操るが戦いは好まず、自由と平和を愛する穏やかな性格、女王らしい気品あふれる姿をしている。戦いは好まないのか。氷の女王、氷結貫通、即死無効を得る。氷結属性で与えるダメージが 20% 増加する。最大 HP が 30% 増加する。時短開始時と自身が万能属性スキルを反射した時、連動効果が発動。自身をコンセントレート状態にし、1ターンの間、味方全体を一度だけ万能を含む打撃型ダメージを反射する状態にする。自身を含む味方が、バトンタッチを発動した時、連動効果が発動。味方のプレスターンアイコンを1つ増加させる。自身が生存中、味方全体は次の効果を発揮。打撃型ダメージを反射する状態の時、自身が受ける攻撃のクリティカル率を 50% 減少させ、受けるダメージが 20% 減少する。フロストコメット、敵単体に防壁貫通、残死を得た氷結属性の魔法型ダメージを威力240で与える。攻撃成功時、連動効果が発動。味方全体の MP を2回復し、1ターンの間、攻撃力を 20% 増加させる。このスキルによるダメージは、死亡時に踏みとどまるスキルを無視する。なるほどなー。今まで実装された新しい悪魔が強すぎて、クイーンフロストが霞んで見えるぜ。ほんそれな。だから召喚できたんだろうね。いえいえいえ。運営さん見てるー？引きやすい悪魔を実装してくれてありがとうございます。ってことで今からクイーンフロストをバキバキにパンプアップして、デイ2デュエルで使えるようにしてきます。多分使えないだろうけど、強欲の罪向けな気がするなー。ほんそれな。この動画が気に入った方は、チャンネル登録と X フォローよろしくです。コメントやグッドボタンもどしどし待ってます。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく、哀愁。今後ともよろしく。